本日は科学的に解明された会話が弾む方法、これをお伝えいたします。会話が弾むためには何が重要か、実は自分が話している時間がどれぐらいかが大きく影響するということが分かっています。ではどのぐらいの時間だったらいいか、30秒以内ということが分かっています。短い時間ですね。つまり30秒以内に相手に話を振る、質問を投げかける、言葉のキャッチボールを始めなければならないということなんですね。逆に60秒以上自分が話をしてしまっていると、相手は集中力が落ち、そして会話がつまらないなというふうに感じてしまうということが分かっています。ですから本日のポイント、会話を弾ませたいのであれば、あなたの持ち時間は30秒以内だということです。これを大事にしてください。